ピンクと青のラインがかっこいい京王線の五線形。みんなの中に京王線の近くに住んでいるお友達はいるかな？京王線は新宿の地下ホームを出発して相模原線と分かれる調布、高尾山口へ向かう電車と分かれる北野を通って京王八王子まで走っているよ。そんなみんなのお家の近くを走っている電車の名前が書けたらかっこいいよね。紙と鉛筆があるお友達は持ってきてね。一緒に練習しよう。持ってないお友達は指で練習してみてね。よーいスタート。けりおてんう。よし、上手に書けたね。次の電車は2階建てグリーン車がついた15両編成の横須賀線 E217 系。横須賀線は古いお寺がたくさんある鎌倉や海で泳いで遊べる逗子を通って久里浜まで走っているよ。中には成田空港へ向かう電車も走っているよ。それじゃあ横須賀のひらがな練習をよーいスタート。よこすかてん。どう、簡単だったかな？埼玉県や千葉県で活躍するのがオレンジ色の武蔵野線。武蔵野線は貨物列車もたくさん通る面白い電車で、西船橋から先は京葉線に乗り入れてディズニーランドの方まで走っているよ。それじゃあ「武蔵野」のひらがな練習をよーいスタート。むさしのできたかな？むって書くの難しいね。神奈川県で町と工場を結んで活躍するのが鶴見線の205系。たくさんある工場に行くのが便利なように浅野で海芝浦行き、安全で大川行きが分かれているよ。海芝浦駅はなんとその工場の人しか駅から出られないんだよ。それじゃあつるみの練習スタート。つるみ。るを書くときは途中で止まらないようにしようね。千葉県の大きな町と海の近くを結ぶのが外房線の209系。外房線は千葉県で一番大きな町千葉を通って J リーグのサッカー場がある蘇我、海がきれいな勝浦を通って鴨川シーワールドがある阿波鴨川まで走っているよ。今度はちょっと難しい外房の練習スタート。ソは止まらないで続けて書くよ。とぼ横横グイーンちょんちょん、そしてう。どうだったかな？難しくても何回も書いて練習してみようね。字が綺麗な人はかっこいいぞ。最後に出てきたのはちょっとマイナー、千葉県の住宅街を走る流鉄流山線。流山線は
常磐線の各駅停車が止まる馬場市を出発して新松戸駅の近くにある高野駅、単線の列車がすれ違う小金城市を通って流山駅まで走っているよ。最後に5文字に挑戦、流山スタート。文字が多くても慌てないでゆっくり書こうね。な、が、ちょんちょん、れ、止まらないで続けて書くよ。や、ま、どうだったかな。これが書ければひらがなマスターだ。ひらがな練習上手に書けたかな。電車や駅の名前をたくさん書いて鉄道博士になろう。上手に書けたらお父さんやお母さんにも見せてあげてね。今日のひらがな練習はこれでおしまい。この後も電車の動画をたくさん楽しんでね。おしまいの時間になったらちゃんとやめるんだよ。バイバイ。